各地を、パフォーマンスで世界旅行を巡ってまいりましたが、ここで一度日本に戻ってまいります。お次はですね、日本文化を味わいましょうということで、修美会の皆様によるお琴の演奏でございます。今年で26周年を迎えられまして、メンバー全員がこの伝統楽器であるお琴、そして三味線の演奏を専門になさっております。流派は育田流ということで伺っております。栃木県内の各地でですね、演奏会でしたり、各種企業のイベントなどでの演奏も行っているそうです。また芸術祭などにも参加されているということです。宇都宮市の文化会館、県総合文化センターの近くの大きなホールですね、こちらでも演奏活動をなさっているということなので、皆様ぜひチラシなどあったら覗いてみてください。またですね、県内の高校の奏曲部の指導でしたり、大学の講師としても活躍されていらっしゃるそうです。ホームページもあるそうなので、ぜひこちらもご覧になっていただければと思います。大変お待たせいたしました。準備が整いましたので、修理会の皆様の演奏です。楽しみください。今日はですね、私たちポピュラー曲から
演歌などなどいろんなジャンルのね、曲をおことによるアンサンブルでお楽しみをいただきたいと思います。おことも演奏しております周美会と申します。今回よろしくお願いいたします。今日は微妙な、ね、天気で、したけれども今雨も降らずちょうどいい感じになりまして、突風が吹いてもいいように明太でおごりもちゃんとセットしました。私たちもねどう来てもいいように準備もされておりますけど、今日は、だんだん曲が、ね、進むにつれて、時代を遡るような懐かしい曲がだんだん出てくるという、ね、感じの構成にしてあります。いろいろ皆さんね、お好きな曲があるといいんだけどなということで、ちょっとその曲を考えてみましたので、ぜひ最後までねお楽しみいただければと思います。それでは、1曲目はね、今虹色という綾子さんのね、朝ドラで有名になった曲をお送りしました。2曲目3曲目は海の声、それから愛の形、こちらの2曲を、お送りしたいと思います。お聴きください。
Thank you.
で吉川明さんの名曲をお送りしました、とってもとてもいい曲でね、私も大好きな曲なんですけれども、ここからはちょっとね、またさらに難しいというか、まあ、大体同じぐらいの時期といいますか、ちょっとね懐かしい曲をお送りしていくわけですが、後半ですが、ですね、全然関係ないんですけども、今年の夏、岐阜県に行ってまいりました。今関わってる高校生の、ね、方々というのが、桜青春高さん、先ほどね申し上げたところと、あとはもう一個文化女子高校さんの方に、行っております。私ここに行ってるんですけど、で高校のインターハイみたいなのも、おことの方のインターハイみたいなのがありまして、今年は文化女子高が、ね、県に1位になって全国大会に行ってきたんですけど、岐阜県の方に行ってきまして、夏の真っ盛りの時に行ったからものすごく暑かったんですけど、すごくいいところでした。でやっぱり大会なんかだとこういう曲は弾けないんですけど、まあ、コンクールなのでもっともっとすごく、まあ、戦うような曲を弾くんですが、彼女たちはその学校に入ってからおことを爪をはめてですね、1年とか2年や、まあ、それぐらいで全国大会に行く曲を弾くわけで、本当に桜子の生徒さんたちも大変上手にね、1年生で、ね、なんかも1年間でなっちゃったりして、すごいなっていうふうにいつも感心しています。私も若い頃にそういう創曲部とかあったら入ったかもしれないなっていうのをちょっと思いましたけど、はい、ということで、今の高校生に感心している今日この頃です。この次の曲は私が、高校生だった時よりもちょっともうちょっと若い頃に流行った中森明菜さんの曲ね、こちらの2曲をお送りしたいと思います。お聴きください。
坂本冬美さんの名曲をお送りしました、今のところ1と2と3ぐらいちょっと作っていようと思いまして、2のあたりまで手が出ています。デザイアーが聞きたい人はぜひ次に、ね、期待していただければと思います。はい、ということで私たち主演会の方の関係のちょっとコンサートが今後ありましてお知らせをしたいと思います。今後の予定は10月の27日、芸術祭がありまして県の総合文化センターのメインホールで行います。私たち主演会は古典曲というザ・邦楽のね、世界三味線音と歌が入るものを演奏する予定なんですが、そちらの方興味がある方はぜひ12時ぐらいに、ね、出てると思いますので、遊びにいらしてください。それから11月17日は大谷コネクトの方で演奏の方12時から修理会の方で小寺曲を中心に演奏いたします。それから11月30日なんですけれども、こちらは、西方の方でね盲導犬の方のチャリティーコンサートがありまして、私とお知り合いの倉沢大樹さんとちょっとお手伝いで私出る予定なので、もし興味のある方はね私たちのホームページの方でも後でご紹介したいと思いますので、ぜひお出かけいただけたらと思います。それでは一番最後の曲、Love is Over、こちらをお送りします。聴いてください。
お会いする機会を楽しみにしております。ありがとうございます。周囲会の皆様ありがとうございました。聞き慣れた曲でもちょっとお琴できっとまた違った味わいがあって素敵でした。ありがとうございます。